木梨憲武と安田成美のおしどり夫婦は、木梨が出演した番組を安田が見た時には「いいね」と声をかけ、木梨は安田が画面に映るたびに「最高」という。2人の出会いは映画での共演で、木梨がしつこかったため付き合った「I love you だもんで」という安田に向けた曲をリリースしている。安田は「プロポーズは特になかった」というが、木梨は何度もプロポーズしていた。子育ては安田がメインで、木梨は安田が困ったり迷ったりした時の「成美相談所」という役割だった。木梨は記念日などには興味がないが、突然プレゼントしたりする。2人は30年以上喧嘩をしたことがない。ひろみに教えてもらったモーニングデートが仲良しの秘訣で、外を散歩してちょっとリッチなホテルで朝ビュッフェをする。なるさんとバス乗ったねと、バスに乗った時の写真を SNS に投稿し、ファンは2ショットに歓喜した。